江川西岸より東に、冷えた城市を望む冷えた城は、栃木県焼田市大技豊田商事よりにあった、日本の城。文治三年築城。別所として、豊田城、より以上。那須助鷹の旧南、冷えた黒浅鷹氏により、その居城として、文治三年に築かれる。冷えた浅鷹が冷えた村の領主になったのは9月なので、この頃に城は完成し、 城の西200メートルのところに朝隆が城と共に創建した温泉神社の霊祭が昔は旧9月19日に行われていたことから9月19日に正式に入場したとも考えられているが定かではない。西に流れる江川と湿地帯を天然の溶害とした平城で城の北約2キロメートルのところに兄である沢村光隆が築いた沢村城と共に ナス氏の統治の支配の拠点として築かれた城であった。上級2年12月、藤原長公により、冷えた村が、ゴンネギ渡来常世に寄進され、上皇元年6月、常尾は、伊勢下空の三厨屋として、これを寄進した。この藤原長公とは、藤原市であるナス氏を出身とする、冷えた浅隆とされ、冷えた城は、三厨屋支配の拠点となったと考えられている。 しかし、これに対して、下付国画財長から異議が出され、女王2年に鎌倉幕府に訴え出たことから、朝廷や幕府を巻き込んでの清掃の地となる。還元元年12月16日には、幕府がミクリア支配を認めたことで、政治的決着が図られているが、その後もミクリア支配に対する国画の妨害があり、紛争は続き、 権限2年3月6日の文章を最後に、ミクリアとして登場する資料がないことから、早くて、鎌倉末期、遅くても南北長期には、ミクリアとしての機能が完全に失われたと、考えられている。廃城の時期については、諸説ある。那須氏が上下に分裂するきっかけとなった、o a 21年の沢村城の戦いの頃までは、 確実に存在していたという見解は一致するが、時の城主である、冷えた黒部城長心が、沢村四重方につき、戦い、内地にあるいは四十と共に、カラス山城に撤退して、そのまま廃城になったとする説もあれば、冷えた市の居城としての時代を終えてからも、城として機能し続け、果ては、天正十八年の那須市海域まで城は存続したと、する説もある。 現在は壊滅してしまっているが、明治以降の開発に至るまで残されていた城の北側と東南に残っていた堀跡の遺構から、戦国時代まで城はあった可能性が高いと判断できるが、具体的な年代までは特定できない。城の遺構は開発によって完全に破壊され、現在、当地は完全な水田地帯になってしまっているが、 城跡の北約300メートルのところに、冷えた朝鷹とその一族の墓が残されている。北の沢村城からかなり近い距離にあることから、少数派ながら、城の存在について疑問視する見解もある。特に、冷えた城の北の沢村城は、塩谷市と那須市の勢力争いの最前線であり、何度も、攻防奪い合いが行われて、 その辞跡を多く残しているのに対して、冷えた城については、沢村城の南東、約 2km の近距離にありながら、全く辞跡が伝わらず、沢村城の工房に関する文献にも、冷えた城に関する記述やそれらしい記述がないことも、その説を裏付ける根拠として指摘されている。ただ、城が近距離にいくつも気づかれることは珍しいことではなく、 ミクリアカという複雑な歴史もあり、何より城郭以降が当地に確認されているので、この説はほとんど支持されていない。しかし、冷えた城に関する辞席を伝える文献が少ない以上、少数派の意見といえども、全く無視はできない見解でもある。冷えた城には、トヨタ城、ヨリ城という別称がある。しかし冷えた村がトヨタ村に解明されたのは、 明治9年のことであり、また、あざなから、よりい上とも呼ばれており、よりい上の名称は、地元の人に多く使われているものだが、よりいとは、人々が集まる場所という意味のあざなであり、いずれも、後世のものであり、通称である。したがって、正式には、冷えた城である。AB 八いた市教育委員会編、ふるさと八いの歩み八いた市、1989年。 A, B, C, D, E, I, t a し,し、ありがとうございます。